こではアプリでいろんなことができるの。好きなゆるアプを選んでくれ。楽しみパスワードだ。パスワードを入力してアイテムがゲットできるの。指プル姫チェンや雑誌などのお楽しみパスワードを入れます。パスワードの文字を入力してね。指プル姫チェンや雑誌などのお楽しみパスワードを入れます。パスワードの文字を入力してね。指プル姫チェンや雑誌などのお楽しみパスワードを入れます。パスワードの文字を入力してね。指プル姫チェンや雑誌などのお楽しみパスワードを入れます。パスワードの文字を入力してね。指プル姫チェンや雑誌などのお楽しみパスワードを入れます。ここではアプリでいろんなことができるの。好きなゆるアプを選んでくれ。このゲームの設定を変更します。設定したい項目を選んでね。このゲームの設定を変更します。